どうもこんにちは、先ほどの動画と同じ日に撮っております。同じ時間に撮っております。ということで今日がどういう日かというと2021年の1月7日で、新型コロナウイルス感染症新規感染確認の方が東京都で2443人出た日です。で、人口が105万人ちょいしかいない宮崎県においても105人も確認された。1万人に1人確認されてますよね。どうえらいことです。そういう日です。で、首都圏の1都3県で緊急事態宣言が発出される日、105人もの確認がされた宮崎県が独自の緊急事態宣言を発出したのかな、する日が今日です。で、まあいろんな意見がいろんな立場の人がいてありますが、まあ一番の皆さんが想定にされることって緊急事態宣言を今頃出して遅い、もしくは出す必要はないという意見ですよね。いや、まあやっと出してくれたかという意見がものすごく聞きますよね。もちろん緊急事態宣言発出するっていう日ですから、そういうことが話題にテレビでなっておりますが、元はといえば去年の今ぐらいの時期は認識し始められていた頃、日本国内でですよね。で、1月末とかから感染が徐々に広がっていったというふうに記憶をしております。で、今思えばなんですけど、その時点、おそらく2月の1日ぐらいの時点が良かったんじゃないかなと思います。春節で中国の方が日本に入ってくる前が良かったんじゃないかなと僕は思いますけど、2月1日ぐらいの時点で国を封鎖して日本国内で広がっていたんだったとしたら、その時点で緊急事態宣言を出してすればよかったんですよ。できればよかったんですよね、そうやって。で、できる限りの職種を封鎖して外出をしないようにする、まあロックダウンですよね。できる限り、まあ食料品を製造しないといけない食品メーカーさん、そのための包材を作らないといけない包材メーカーさん、原料を作らないといけない農家さんとか、お魚を取ってくる漁師さんとか、お肉家畜を養っている家畜農家さんとか、あと、その原料なり出来上がった商品なりを運ぶ運送業者さん、それを販売する小売業者さん、まあ、その前にそれを取りまとめて、小売店に卸す卸業者さん、ここは、まあ、最低必要なとこ、働いていただかないといけない職種の方になってしまいます。あと病院関係の人、それに、携わっている職種の人、まあそういうどうしても動かないといけない職種の人以外の人を全部
ロックダウンで、家から出れないようにしてっていうことができていれば、こんなに広がっていなかった、世界中で広がっていなかったんじゃないかなと僕みたいな高卒は思うんですけど、あのなぜできなかったかっていうと、今もその自粛要請をするときに、まあ、あの保証金が1日いくらっていう話になりますが、その保証金が払えないわけですよ。日本国全体で外食産業が何店舗あるか分かりません。何百万件かあるんですかね、多分。で、全職種にする、すればいいって僕は言いましたけど、他の職種も合わせると、まあ、どれぐらいになるか分かりません。おそらく日本の人口の相当数の人たちに保障をしないといけない。それができないから緊急事態宣言を出すに至らなかった、出せなかったんでしょうね。つまりどういうことかというと、日本にお金がないからこういう事態になってるんじゃないでしょうか。日本は欧米と比べると大したことないとかいう意見がありますけど、比べんなよと、まあ、大したことものすごくあるんだぞと、医療現場がすごい疲弊してるのに大したことないわけがないじゃないかと、ね、でそういう状況にならずに済んだんじゃないかな。緊急事態宣言が出せる状況だったら多分出してたんだと思いますよ。保証ができる状態にあったんだとすれば。でも日本にお金がないからできないですよね。つうことはどういうことかというと、あのまず日本の借金をどん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 減らしていかないといけませんよね。あのもし今もやってるんでしょうか、もしかしたら。あの世界第2位の大国に ODA で年間何十億とかやってましたけど、今もやってんですかね、やってないんですかね、わかりません。あの要は政治家の人って何をするかというと、国民の生活を良くしますっていう、まあ、そんなもん誰でも言えるわけですよ。考えてなくてもそういうよって言った方がいいっていうのはみんな分かってるわけだから、そういうことじゃなくて、集まってきた税金をどのように使うかですよね。そのどのように使うかっていうのを考える能力がある人が政治家にやらないといけないと思います。てか今回のことでそう思いました。日本にお金がないから新型コロナに勝てなかったんでしょう。お金があったら多分勝てたんだと思います。だから政治家の方、あのお金をどう使うか、どう使えばいいか、国民に耳障りのいいことだけ言ってるようなやつじゃなくて、厳しいことを言いながらもどうやって使えばいいということを考えられる人が政治家になってほしい。で、日本国民の義務として自分はお金をどの政党に、もしくはどの人に託せばいいんだろうと、この人ならうまい具合に使ってくれるという人や政党を勉強をしないといけないじゃないでしょうか。日本国民の人、まあ、自分も含め政治に対して
あまり興味がないのでこのような状況になっていると思います。今このような状況は僕は成功しているとは全く思えないので、今の政府とかなんていうんですか、政府国が成功していると思えないので、まあ、このようなことにならないように次回の選挙から意識を変えてやっていかないといけないんじゃないかな。で、国の人たち、まあ政治家の人たちも自分たちは国民を助けられないんじゃないかっていうふうに実感した人は何人いるんでしょうかね。実感したんであればどのようにお金を使うべきだったかっていうのを反省をして今後このように使わないといけないと。で、僕思うんですけど、会食されてますよ。当時5人以上の会食はやめてくださいと言ってたくせに総理と実質自民党を牛耳っているなんとか監督長とかいう人と副総理とみたいな大人数の会食がありましたよね。で、なんとか大臣もすごいいい感じに酔っ払って週刊誌の直撃を受けてとかいうのもあります。で、どっかの市議会でとかどっかの県でとかいうのもありますが、会食をした時のお金、まあ、そこで食った飯代ご飯代経費で上げてるとしたらびっくりしませんか。びっくりしますよね。経費で上げてるとしたら自分で払えと、食った飯のお金ぐらいと思います。僕は会食をする必要がない、リモートワークを推奨しているくせに政治家は人の話をしな聞かないといけないんだからとかいう理由をつけて会食をしやがる、リモートワークを推奨してるくせに、で、そこで食ったものをもし経費で生産しているとしたらものすごいアホじゃねえかなというふうに思います。人の話を聞かないといけないんだったらリモートで聞けば会食をしている時の何十倍もの人の声が聞けると思いますが、違いますでしょうか。なんか今経費で計上しているいろんなものを国の方たちはぜひ見直さないといけないんじゃないかなと思います。僕よく思うのが、まあ実際税金から払われているお金じゃないとしてもいろんな会議があるときに机の上にペットボトルに入ったお茶が並んでますよね。同じ銘柄のペットボトルのお茶が、まあ、それはメーカーさんが提供してくださってるんでしょう。だから国民の負担はそこには全くないんですが、そういう話じゃなくて意識の問題として、自分で飲むお茶ぐらい自分で買えよと思います。僕会議の時に会社からお茶をもらったことなんてありません。自分でお茶持っていくし、自分で食う飯は自分でお金払うし、大した手取りもないくせに、なのにものすごい金もらってての人たちが経費で飯を食ってるとかいう話だったとしたら、そこをまずなくせば相当な額の
経費が浮くんじゃないでしょうか。皆さんもそういう目を持ってチェックをできればいいんじゃないかなと思います。なので自分たちのお金をどこに託せばうまいこと使ってくれるか、いい感じに使ってくれるかという政党や人を選挙では選ぶべきだと思いました。今回の件で伝わりましたでしょうか。どうもご視聴ありがとうございました。